たちには大谷翔平がいる。ドジャースの教祖が決定する。地区シリーズ第1戦でパドレスに7対5で逆転勝ちしたドジャース、先発の山本由伸がいきなり3失点した最悪の状況の中、一振りで流れを変えたのは大谷翔平だった。試合後、主砲のフリーマンやマンシーは、我々には大谷翔平がいると同じ言葉を口にしたのだ。フリーマンはチームに大谷翔平がいると常に助けになる、大事な場面で打席に一番回ってほしい選手がいた、彼はファンを試合に引き戻したと称賛した。山本が3失点をした際、昨年の二の舞にならないかと聞かれたフリーマンは、スタジアムにそういう雰囲気はあったが、我々には幸いにも大谷翔平という男がいた。彼はスタジアムに稲妻のような衝撃を与えてくれた。それからはよし大丈夫だという感じだった。過去とは違う、大丈夫だと。ロバーツ監督が大谷の存在が他の選手の重圧を和らげると語ったほど、スーパースターの一撃はチームにとって大きかったようだ。はい、ドジャース今日が誕生しました。 WBC の時もそうだけど、メンバーがこっちには大谷翔平がいるという意識をみんな持っていた。それをドジャースというスター軍団でもやってしまう大谷。メキシコ戦で劣勢の時に大谷は笑っていた。パドレス戦でも3失点の後、大谷は笑顔だった。大谷のメンタルは一体どうなってんだ。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくね。コメント待ってます。